どうも吉本プラモデル部チャーリーです今回はこちら面白佐藤さんやポークさんが作っていたこちらのハロのプラモデルを改造したいと思います改造にあたって黄緑色のハロが欲しかったんですけどやっぱ黄緑って人気なのかもう黄緑以外しか売ってないですね黄緑がないんだったら黄緑に塗装すればいいという結論に私至りましたこののオレンジのハロを黄緑にします 黄緑色に塗装できましたそしてハロー以外にも使うものがありますまずキザルのフィギュアですねそしてもう一つこちらリンコママ <laughs> ミセスローエングリンコを使いました三つをミキシングしてできた作品がこちらですこちら SD ガンダムフォースのハロ長官です頭くっつけてみたんですけどちょっと本家より頭が大きくなっちゃいましたね服を水色に塗ってる間もうハロ長官じゃなくてあのシードに出てくるムルタ・アズラエルをすっごい連想してしまいましたねこうやって壁に追っか,かからせるとすごいかっこいいですね北斗の剣でケンシロウがアミバと戦ってる時に霊が「そいつは時じゃないぜ」ってこんな感じで入ってきた気がしますね こちらのハローをもって6月30日と7月1日の秋交際参加させていただきたいと思います以上吉本プラモデル部チャーリーでした。ハロプラ最高